カートに跳ねちゃってるよ。このハンカチ使って。花園さん、愛情くん、好きです。私と付き合ってください。ごめんなさい、いきなりすぎますよね。でも私もう愛情くんに一目惚れしてしまったみたいで、それに愛情くんを好きなのは私だけじゃないみたいですし、今言わないと一生後悔すると思って。生まれて初めて女子から告白された。すっげえ嬉しい。インダさん、どうしたのそのジュース。別にあんたにお礼がしたかったけど、好みがわからないから全種類買ったとかじゃないんだからね。気持ちは嬉しいけど申し訳なさすぎる。何抜け駆けしてんのよあんた。何のことですか。まさかインダさんも愛情くんを好きだったなんて。いや、さっき私だけじゃないとか言ってたじゃない。私は別にあんたのことなんか好きでもなんでもないだからね。この後に及んで。でもまあ、どうしてもって言うなら付き合ってやらないこともないけどね。告られた側目線で告白する人初めて見た。知らなくて、その私も愛情のことが好きなの。付き合ってください。花園さん、インダスさん、愛情くん、私たちのどっちと付き合う。